Japanese. Yo, what's up, Zaki? Cheese! Zero! Zero! Yes, Zaki! Zaki, Zaki, Zaki! スタジオなんでいつもと違うことはもう明らかですよ。あれで今日何するか俺忘れちゃったんだけど、やばいね。あれで踊ってみたね。トゥワイス踊ってみたね。ちげえな。違うよ。やば、あ、来た。今日はやばいよ。なんかある、話したい。ダンススタジオ久々に来てとか。いやー、まあ思い出すものはたくさんありますよね。というと、というと、まあ全然いけるっすよ。とは言ってもね、やっぱりダンススタジオって言ったら彼という、まあ確かに前回企画も何個か他に人いんなよ。スノボーイ君がガチ踊りした動画ぜひ見てみてください。せーの、はい、まあはい、まあこちら2回ともやってるんで。落とした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 、怖い怖い怖い、大丈夫、おー、ダメだ。おい、段階本当に世界トップレベルのダンサーの振り付けを忍者を踊るのかよ。恐竜は僕たちのお世話になりまくった人です。マジでそう。まずもう最初に登場してもらいます。お願いします、どうぞ。うわダンスを教えてくれるお二人になります。はい、お願いします。まずですね、こちらのダンサーの方がですね、自己紹介していいですか。あ、お願いします。マジですか、自分で言っちゃうんですか。ちょっとね、あのガチでちょっとちゃんとここはしようと思って。あ、そうそう、大事ですけど、テンションでいかない方がいいです。一発目なんで、一発目だ、はい、慎重に、はい、自己紹介します。サイコロステーキのミディアムです。うわー、ちょっとね、あのガチでちょっとちゃんとここはしようと思って。サイコロステーキのミディアムです。あ、マジで、はい、待って、まだいるから、もう一人。いや、一発目はマジかっこいい。いやいやいや、皆さん、プロダンサーのカイトです。お願いします。大丈夫か。おー、近い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 、どんどん前に行く。最高世紀のミディアムさんこと、アツシさんですね。はい。インスタ始めます。インスタね。で、こちらがカイトです。カイト、インスタ、インスタ、はい、お願いします。で、まあ、こいつは俺らと一緒にダンスを習ってた、実際ちゃんと頑張ってたやつで、ハメです、俺とセーブと、はいはいはい、ただこいつは昔から友達です。で、こちらのですね、アツシさん、俺らのもう大師匠、大師匠、本当に俺高校生の頃からダンスを習ってた人で、コレオにおいて右に出る人は多分もう日本でひろゆきぐらい、ひろゆき、ひろゆき、コレオ、ひろゆきって感じで、もうガチガチのプロダンサーのお二人に来てもらいました。はい、まあ、で、今回は練習会っていうのを開いてて、この二人のやるよっていうのに生徒さんが来るんだけど、それに俺らも参加して、はい、で、振り付けがあるわけよ。それを俺らはどこまで踊れるのか。そうだね、見てるみんなも一緒に俺らと踊りましょうか。そうですね、見てるみんなも一緒に踊りましょうか。今これ見てるでしょ、みんなこれ、はい、おー、俺らいつもさ、振り付けは全然踊らないわけ、はいはいはい、今回みんなダンサーしか来ないから、俺ら結構頑張んないと取れ高なんない、ね、本当に俺がいつもやってるようなダンスとダンサーさんがやってるダンスってまた結構だいぶ違う。マジでそうだね、同じダンスであるんだけど、まあ、ちょっとジャンルが違うというか、うん、まあその、はい、本当に怖いです。締め方、はい、この二人のあんま見たことないから、かなりレアかもしれない。うん、やる。一人ね、苦手なの。今日スロー骨折してんじゃん。今日はもう彼がいるんで、でも俺に関しては誰も笑えない事態が起こったりしますからね。俺に関しては誰も笑えない事態が起こったりしますからね。お願いします。お願いします。最後に一人ずつ意気込みを言ってこ。あ、マジですか。マジですか。一人ずつ。マジで、一生懸命。本当につらい思い出とか。あるかもしれないですけど、僕は一生懸命出せって言いたいな。ジャパニーズ、やっぱダンサーを仕切る可能性が多々あり、楽しむことが一番だから。俺は全然有名でもない、だからいかにテンションで持っていけるか。マジそう、俺テンションしか残ってねえから。失礼します。どうぞ。うわ、
今日は我らが師匠ミスターさんのレッスンにね、ミスターさんってお邪魔させていただくということで、はい、楽しく俺らも一緒にレッスンの方を受けさせてくれよな。まだ温まってない。確かにそうだね。手を地面に吊るす。今みんながここにいるのは地球ね。みんなで俺は私は地球にいるって言ってください。大声でいくよ。俺は宇宙に行くぞ。やらかすな、やらかすな、やらかすな、やぁスキチャレンジ、やぁやぁスキチャレンジ、やぁスキチャレンジです。ふるーちゃん、ふるーちゃん、ふるーちゃん、よろしくお願いします。最高。やばくない？できてるかな？引くほどできなかったっす。できてる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 。スリムだけ。スリムだけちょっと怪しいかもしれない。籠圏で倒れちゃいそう。なんか普段のライブよりきつい。ちゃんと換気だったりとか感染症対策してます。マサさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。終わり？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 もう限界です。体力残ってないです。あのでも忍者が盛り上げてくれてるんだけど、ちょっとこいつらちょっとあんま元気ないですよね。そうでしょ。トモやっていいの？お願いします。YouTube カットできるから。何でも何でも何でも。じゃあ危ない顔してる。絶対危ない。あーどんぐりどろぼー。俺らもずっとこういうのやらされます。アツさんずっと人にこういうのやらせるんですか？これの女性バージョンができる。もうお腹いっぱいですね。ケンやケン、これ女の子にやらせるっすか？忍者ビーメイドリッターさんのことがやらかすな。いきますよ。そしたら右足がセーブンエイトで、まあ、あと1時間あるから、どうにかして踊らないと。
は臨場イベント行ったのジャケルとスローとスリムとカメラマンのヤングが来てくれたんで、みんな昔は一緒に同じスタジオでいて一緒に教え合ったりとかしてて、すごい今めっちゃ人気になって、こうやって一緒にやりましょうよってやってくれたからすごい嬉しくて、多分これからもっとマジで多分もっとヤバくなると思うから、みんな応援してください。お願いします、はい、お願いします。俺らが一番お世話になって大師匠マジでヤバいし、俺はね何もやってないね本当にめっちゃヤバい。あとカイトね、お願いします。お願いします。急にお邪魔しちゃってすいません、ありがとうございました。突然アツシさんは多分人類っていうか宇宙で多分一番いい人だと思うんで、このままいいところだけ吸収しておい、もちろん人間なんで悪いところもあるんですよミスター。でも9割いい人なんで、1はあの人にさっきみたいにやらせたりとかそれは確かにそれはやってる。みんな今日はありがとうございました、本当に。した Japanese。せーの、おい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 、レッスンが終了しました、ありがとうございました。はい、最後に改めてもう一回ミスター先で、俺先先でコロコロステージ、今日は今までで一番楽しかった。うわぁ、マジで一番楽しかった本当に。やっぱりね、ここがいいとね、本当にね、もうレッスンが盛り上がるし、マジで3人に関しては、久々に会う子たちも来てくれたし、もう本当、プチ同窓会みたいなぐらい、マジで楽しかったから、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰って普通でいい、帰って普通でいい、普通でいい、どっちか、お前のも普通でいい。昔スタジオ一緒だった人たちとまた同じなんか空間で踊れて本当に良かったです、うん、本当に、はい、本当にありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、みんな帰った、帰った、カイト誰か見えてるよ、カイト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 、何か見えてるよ、ミスター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 、ダメですよミスター、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 そっちにいるの、メモか、おいミスター、やだなこの空間。はい、ということで、はい、ちょっとあの大事なことを教えてまして今回ね、あの企画の趣旨がですね、忍者3人は世界トップレベルのダンサーの振り付け踊れるかということだったので、はいはい、これ判定の方、それでは第1回世界一のダンサーの振り付け踊れるか選手権、結果は見てねーよ。ミスター、あのすいません、ピザ、ピザよ、レモンサワー、あ、カラオケじゃない。